皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。今回のレスレディアーナのアトリエは配信アップデートというところで育成研究について、要するにレベルリンクシステムがめちゃくちゃやばいという話をしていきたいと思います。このシステムのおかげで正直育成クエスト経験値の飴の使い道かなり激減するというところ、育成がめちゃくちゃ楽になる反面、経験とか育成っていう観点で楽しみがかなり減ったなというところ個人的に思いますので、このような動画を撮らせていただきます。ということで育成研究どんなもんぞ説明していきます。よろしくお願いいたします。それでは育成研究について説明していきたいと思います。アトリエ画面からいける研究の中に新たに育成研究というものが入りました。どんなものかと言いますと、見てください、加減キャラのレベルアップをするよっていうことが書いてあります。ん？どういうことなんだと思うかもしれません。簡単に言いますと、自分の5キャラ、この5キャラのレベルを今見てるように、例えば70、68、68、68、67というレベルにだとします。キラキラコインを上げると、この5キャラの中で一番レベルの低いキャラクターまで他のキャラクターをみんな底上げできるという意味です。つまり簡単に言いますと、攻力さえしっかり手に入れて全キャラクターレベル1のままボードだけ最後まで進めたとします。12までね。するとどうなると思います？現在レスナが67になってると思います。全キャラクター67まで上げれちゃうっていうことなんですよ。つまりだよ、これレベル18でこの段階マックスまでいけば、もちろん現在上限のレベル70まで上げることができる。つまりレイリー以外で経験値クエストも回る意味がほぼ意味がなくなるということ。まあ無課金の方、課金の方両方とも、あ、なんだレベル70にするってことはもうあと攻力回ってしっかり全員のボード上げればもうレベル上げしなくていいじゃん、めっちゃ楽じゃんっていう声になると思います。もちろん私もめっちゃ楽だって思うんですけど、なんか物寂しさがあるんだよね。まあ私がいろんな RPG ゲームとかソシャゲをやってきてて、レベル上げってめっちゃ大変だけど、やっぱ優先的にどのキャラクターを上げるとか、攻略のためには誰を優先して強くするべきなのか、どういう経験値の割り振り方して誰を育てるかっていうところで結構ね大変だなと思いながらも楽しんでる自分がいたんですよ、正直ね。それが一律みんなでレベル70です、さああとは調合で55を作るまで頑張るっていうところ、あと戦術面っていうところだけになってしまうと、やっぱりちょっとね、なんか楽しみが一つ減っちゃったなというところが、ごめんなさい、私の正直な感じです。もちろん私も、いや楽になったな、これはいいなとは思ってます。ただちょっと一気に緩和しすぎじゃねっていうところがちょっと思ってしまっただけですね。ただそれだけの話です。たださ、このレベルリンクこれするってことは、今後まあレベルキャップ上限解放来るってことですからね、まあ、レベル80まで今後解放して、またレベル80まで加減キャラクターをレベルアップしていくっていう感じになるんじゃないでしょうか。そのためにもしっかりと経験値クエストはいらないと言いましたが、今後のことを考えるとちょっとずつ回してまた経験値の飴を貯めておく必要はあるんじゃないかというふうに思います。ただ率先してするものではもちろんないですね。いらないとは思います。ちなみに経験値リセットどうなるのっていう話なんですが、もちろんレベル54、今ここ書いてありますよね、レベル54でマックス60までボード解放してるよっていう場合は、元のレベル54で
60まで引き上げられているという状況になります。この状況だともちろん54の場合のこの回帰の飛躍使ってリセットすることができます。つまりじゃあレベル1でボード解放している場合どうなんだっていうことになるんですが、例えばアーシャ見てみます。アーシャレベル1で60まで解放されている状態になります。もちろんリセットしようとするとこの程度の攻力しか手に入りません。ということでレベル40以下のキャラは回帰の飛躍を使用せずにリセットすることができます。当たり前ですが今回のレベルリンクシステム育成研究はこれに該当しません。なのでまあレベル60で例えばレベル70でボードだけ解放していればそこまでぐんと引き上げれますし、いやそれだとな回帰の飛躍の効果も得ないしな、やっぱ育てよって思うのであれば経験値クエスト等で経験値の飴を手に入れて全キャラちゃんとレベル70まで上げる。特に推しキャラこそレベルリンクじゃなくて全部育て上げるっていうことも楽しみの一つではないかなというふうに思います。まあね、効力さえ集めればいいのでイベントに最低限レベルが足りないっていう状況はなくせるかというふうに思います。そこから勝てるかどうかは本当にその戦術に耐えうるキャラクターを持っているかどうか、あとは敵を超えれる戦術を持っているかどうかというところになるので、そこはしっかりとねガチャ頑張っていきたいですね。特に今回ねサンタレスナとサンタパトリツィア来てますので、そこもしっかり引けたらいいなーっていうふうには思ってます。属性等なんかはねレベルがいくらあっても属性アタッカーとかその辺のキャラクターがいないと攻略難しくなっていますので、ぜひとも皆さんまた今回も限定ですけど登場が追加されるのを祈りながら一緒にレスリー楽しんでいきましょう。今回は若干私の正直な気持ちも込めましたが、全体的には育成研究でかなり楽になったよね、無課金の方もだいぶ楽に進めれるようになるんじゃないかっていうところ、しかし楽しみも減ってしまったがしょんぼりっていうようなことを伝えたくてこのような動画にしました。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のレスレリでお会いしましょう。バイバイ、またねー。